子供の頃にキャンプ行ったことがあって、家族で行ったんですよ。そういう時って絶対お父さんとお母さんが喧嘩するんですよ。ああ、キャンプあるあるですよ。あるあるですよね。喧嘩になるっていう。できる人やったらいいけど、そうそう、できる人は絶対大喧嘩よね。まあなりますよね。どうもこんにちは。今回はですね、夫婦やカップルでキャンプに行くと起こるかもしれない喧嘩。今回は喧嘩の原因になりそうなこととその対処法を考えてみました。特に何でも言える夫婦だとですね、喧嘩ってとても起こりがちなので、喧嘩せずにキャンプを楽しめるように一度行動を振り返ってみるいい機会になるんじゃないかなと思います。それではまず喧嘩になりそうなのはこちらの5つ。道中の車内、テントの設営、料理の最中、焚き火、何もしない相方。この5つがですね、喧嘩になりそうなポイントなんじゃないかなと思います。誰もが一度は経験がありそうですが、一つ一つ解説していきます。道中の車内、これは特にですね、初めて行くキャンプ場で起こりがちなんですが、キャンプ場って狭い道が多かったり分かりにくい場所にあることも多いので、道がよく分からずにイライラしてしまったりとかですね、相方がですね、うまく道案内をしてくれなかったりして、しっかり見てくれよと思ったりすることがあったりします。そして喧嘩に発展してしまうというパターンです。そして次にテントの設営。キャンプ場についてまずはですね、設営ということになるわけですが、なんでこれができないんだよということができなかったり、組み立て方を知らなかったり慣れてなかったりする相手にですね、イラッとくるパターンです。これはね、結構経験ある人が多いんじゃないでしょうか。次に料理の最中、せっかくキャンプに来たので炭を使った料理をしたり焚き火料理をしたいという人もいると思うんですけれども、この両方はですね、料理をする前の火を起こすという準備が必要なので、その段階でうまくいかなかったりとか、結局ですね、料理がうまく作れずに喧嘩してしまうというパターンです。次にね、焚き火。これもね、料理の最中と同じような感じなんですが、YouTube なんかで焚き火動画を見たりしてですね、例えばファイヤースターターとかですね、そういった凝った火の起こし方で焚き火をスタートさせたいという場合なんかに、うまく火がつかずにですね、時間だけが経過してしまってイライラくるパターンです。そして最後にですね、何もしない相方。今までのポイント全てにおいてですね、何もせずにぼーっとして動かないという相方に対してですね、だんだんとこうイライラしてくるというパターンです。こっちは頑張ってるのになんで一緒にやってくれないんだよというような気持ちがですね、我慢できずに口に出てしまって喧嘩に発展するというパターンです。ということでですね、5つのポイントを1つずつ見ていきましたが、ここからはですね、解決方法を考えてみたいなと思います。先ほどの5つのポイントを解決するために6つの対処法を考えてみました。まず第1に、時間に余裕を持つこと。道中の車内とテントの設営、料理の最中、焚き火、この4つに関してはですね、結構簡単に対処できる部分でもあるんじゃないかなと思います。まず時間に余裕を持つこと、まあ、単純なんですが、キャンプ場に早く到着してゆっくりやるということと、夕方にですね、到着して急いでやるというのとでは全く違います。時間があればですね、忘れ物があったりしても買いに行けたりしますし、心に余裕が持てるので、まずは時間を確保することが大事です。まずはね、ここからなんじゃないかなと思います。第2に、自分が慣れないことはしないということ。ぶっつけ本番でやってみたりとかですね、慣れないことをやったりすると、当然失敗やうまくいかないことが多いです。全ての道具がそうだと思いますが、使い慣れているものとですね、そうでないものとではもちろん勝手が違ったりするので、慣れているものを使う、慣れていることだけをするというのもですね、誰かと一緒に行くときは大切だったりします。ここでね、ポイントなのは、慣れないことイコールイライラの原因であるということじゃないかなと思います。3つ目ですが、別の方法という保険をかけておく。例えばですね、キャンプに行って料理を作ろうとするんですが、その料理がですね、うまく作れなかったりするということも十分考えられます。カップラーメンを持っていてですね、お湯だけ用意できれば OK な状態にしておくとか、とにかくですね、別のものを用意しておくという保険をかけておくのもイライラせずに済むポイントです。キャンプってですね、すごく単純なことなので、まず現地に行って設営して、まあご飯を食べたりしてゆっくりすると、で寝る、そして撤収というだけなんで、のんびりしたもん勝ちだと思います。A がダメだったら B をすればいいじゃないかという感じでですね、保険を用意しておくと気持ち的にもですね、余裕ができるので、楽しみ方の別の方法というのも考えておくのがいいんじゃないかなと思います。
もうこれしかしないというような状態で行ってしまうと、もう本当にそれしかできなくなってしまいますし、それができない時にやっぱりイライラしてしまうので、別の方法を準備しておくというのも大事だと思います。4つ目、相手は全く知識がないという前提で考える。なんでできないんだよとか、なんでこれしてくれないんだって思うのは、実際に相手に期待しすぎだと思うんですよね。自分が知ってることやできることも相手が同じだとは限りません。相手にですね、全く知識がないと思えば、まあできなくても腹は立ちませんし、ゆっくり教えながら何かを一緒にやるというのもですね、楽しみ方の一つです。一緒に行ってくれる人っていうのはですね、一緒にキャンプを楽しんでくれる貴重な存在です。テントの設営とかだったりですね、協力してやらなければいけないときは特に喧嘩になりやすいので、まずはですね、全く知識がない状態だと思って変に期待をしすぎずにですね、全部を教えながら一緒に楽しむ気持ちを持つといいんじゃないかなと思います。そして5つ目なんですけれども、自分と同じことを求めない。先ほどのことにもつながってくるんですけれども、自分ができるからといって相手にも同じことを求めないということも必要じゃないかなと思います。好きなことって人それぞれ違いますし、楽しみ方や過ごし方、できることなども当然違います。特にですね、自分にできることを相手に求めると喧嘩になりやすくなってしまうので、ソロキャンプなら自分の好きなようにできるんですけれども、誰かと一緒に行くときは相手に合わせてあげたりとか、相手の行動を尊重してあげることも大切だと思います。本を読みたい人もいればですね、スマホを触りたい人もいて、延々焚き火の前でお酒を飲みたいという人もいれば、テントの中で横になって過ごしたいという人もいます。まあ、同じ行動をしなくてもいいと思いますし、それぞれの楽しみ方をですね、それぞれが楽しむことによって、また次回も行きたいなというような感じで、次のキャンプにつながるんじゃないかなと思います。6つ目なんですけれども、もてなすことにする。これがね、一番の解決方法なのかもしれません。夫婦だとですね、特に常日頃から一緒にいるので、言いたいことを言ったりとか、気を使わなかったりとか、何かをね、強要したりとかしてしまいがちです。で、ちょっとね、ここで考えてもらいたいのが、もしそれがですね、他人を招いたキャンプだったらどうかということです。もちろん気を使いますし、相手にですね、強要したりせずに自分でできることはやりますよね。同じようにですね、夫婦であっても相手をもてなすことを第一に考えたらどうでしょうか。旦那さんであれば奥さんに対して、奥さんであれば旦那さんに対して、もてなすということをですね、考えることによって、道中の車内、テントの設営、料理の最中、焚き火、手伝わない相手、喧嘩になりそうなポイント全てがこれで解決しそうな気がします。とにかくですね、お互いに相手に楽しんでもらおうと、これが喧嘩をしない一番のポイントかもしれません。お互いをね、思いやる気持ちって大切だなと思います。ということでですね、キャンプに行って喧嘩になりそうなポイントと、解決方法を考えてみましたが、経験があるなと感じる人もいたんじゃないでしょうか。普段一緒にいる相手だとですね、当たり前になったりとかしてて、なかなかですね、忘れてしまいがちなんですが、キャンプを一緒に楽しめる貴重な相手です。喧嘩せずにですね、心から楽しめるように、お互い思いやりながらキャンプを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回は、キャンプに行って喧嘩をしない方法でした。それでは。